6月に入りましたということで、全国的に雨の日が多い季節、そんな時におすすめなのがこちら、ファイゴルフでございます。今回コニーゴールにご提供いただきました。ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、これが何なのかと言いますと、じゃじゃん、パッカーン、さらにさらにパッカーン、じゃじゃん、これね、結構重さはアイアンよりもちょっと重く感じるぐらいちゃんとあって、これ1本で雨の日とか、もう日中めちゃくちゃ暑い時とか深夜とかでも室内で楽しくゴルフが楽しめちゃうっていうすごい機械なんです。これは何ができるかというと、めちゃくちゃいろんなものができると書いてあるんですけど、あのね、4人でオンラインでプレーすることができたりとか、世界のまゴルフコースが回れちゃったりとか、あとトーナメントもできるし、ま練習モードもあるし、スイング分析もあるっていうすごい機械ということで、100分は一見にしかず、早速練習したいと思います。では実際に練習モードからやってみたいと思います。よし、たくさんメニューがあるので、まずはトレーニングをして、これの練習場、ピッチングからいこう。ピッチングから練習しよう。で、あの部分が今アドレスザボールになって、今ブルーになったら OK ってことですね。いい、あ、めちゃくちゃいい。画面にいろいろヘッドスピードとかスイングテンポ、クラブパス、フェイスアングル、アタックアングル、飛距離いろいろ出るんで、これスイング分析にもなる。次はドライバー、右、うわー、でもちゃんと自分の癖とかもちゃんと出てるわ、すごい。なんかこれ重さは7番アイアンよりちょっと重いぐらいな感じなんで、しっかりあのフル練習にもちゃんとなる、すごいいい。で、これゲームもできるんですよ。ホームに戻っていろいろオンラインゲームもあるから、本当に遠方の友達ともできるし、実際じゃあ回ってみたいなっていう時はローカルゲームをして、これで18ホール回れるフルコースとか、パッティングの練習ができたり、アプローチの練習ができたり、いろんなのがあるんで、ちょっと私は何ホールかだけという時はフルコースをまずチョイスして、さらに新しいゲーム、新しいゲーム、さらにこれほら、1人でプレイする、2人でプレイする、3人とかいろいろ選べるんで、もう私今からちょっと一人でやるんで、で確認で、ほらダウンロードとかすればいろんなコースが回れるの、すごい。で、すでにここで、しかも見て、ホール数だから3ホールしますか6ホールしますかとかもあるし、グリーンが遅いパターン、速いパターン、風があるパターン、ないパターンっていろいろ選べるから、本当にすごいこれ。で、私は3ホールの一番なんかオーソドックスな感じでなんかやろうかなと思います。これでお願いします。お待たせいたしました、第1試合まもなく開始でございます。まずはドライバーね、 OK で、あ、これまずどこ自分が狙いたいかっていうのをこのセンサーボタンを押すと、これどこ狙おうかなってこう調整できるんで、私はピンに対してこれくらいフェアウェイ置きたいな、ここら辺に置きたいかな、いやここぐらいって決定、決定ボタンを押すとこうなりまして、240ヤードか、はい、OK、 飛びすぎた、いや OK、 めっちゃ楽しいこれ、 OK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 、 でさらに機械
が、まあ、ある程度選んでくれるんですよね。残りの宿だったら大体、まあ、P かなみたいな感じで、私全体像を把握したいん でここら辺ピンク、ここ、いやここら違うぞ、ここら辺狙いますって決定、よし、どうだ、あちょっと足りないかな、あちょっと足りなかった、足りなかった、次3度、次パター、強かった、強かった、強い、強かった、そっか練習の時にパターも練習しとけばよかった、あやっぱどうしても強い、難しい、あーやっと来た、あでもちゃんと、ああそっか、あめちゃくちゃ練習になる、これは本当に、しかも夢中になるし、本物のクラブじゃないからもちろんちょっと安全だし、あとゴリゴリ初心者でも楽しめると思う、でこれ1本あれば複数人で楽しめるから、私が打った後次誰誰ちゃん、次誰誰ちゃんって感じで楽しめて、でここまで精度が高いゲームだからめちゃくちゃ楽しい、次の2ホール目、あいいよこれめちゃくちゃいい、オッケー、これもうパーで決めますよ、私人生初パーをここで、大きかった、大きかった、大きい、ぐるっと待って、まあ、オッケー、これもめっちゃ出るんだ、これはじかれた、はじかれた、はじかれた、なんかしかも機械でさナイストライとか言ってくれるの、だから一人でやってるけどちょっと一人でやってる感じじゃないの、あとうまい感じのショットが出たらうわーとか拍手してくれる、他の人と3人、4人、5人で楽しめるし、あとは初心者と なんかゴルフやったことない人、一番最初にもすっごくいいと思います、本当おすすめ、すっごく楽しかったこれ、最後までご覧くださってありがとうございます、 YouTube、Instagram、Facebook でのいいねもお待ちしています、チャンネル登録まだの方はぜひしてみてくださいね。